はい、アテゲームです。よろしくお願いします。そうですね、全体に、アート作品部門と、サロンスタイルメンズと、見させていただいて、僕自身がやっぱりすごく日頃作風で結構日本人モデルにこだわっている部分で、やはりまだまだその外人モデルさんが非常に多いなという状況で、もう少し、日本人モデルさんが増えてきて、写真も含めてヘアとの、バランスで、アート作品といえどもやはりこうモデルさんが、もちろん人間なので、なんかその辺のこう持ち味というものをもう少し作風に入ってくると非常にいいんじゃないかなと思いました。あとはやはりサロンスタイルの方ではちょっと気になったのが、ミディアムスタイルでの、表現というものが、ちょっと一辺倒になっているので、もう少しそのパーマの使い方であったりヘアカラーだったり髪の毛のその動きっていうものが、質感というかその辺も含めて、全体的に表現されてると、さらに良かったんじゃないかなと思います。